ピースバーニングブラッド。異形であるポートガスディエースが公開処刑されると知ったルフィ、エースを救うため大監獄インペルタウンへと向かう。しかしエースはすでに処刑場マリンフォードへ送られた後だった。ルフィはインペルタウンの囚人たちと共に処刑場となるマリンフォードへと向かったが、俺とお前との協定は達成された。なぜお前が白ひげをかばう？やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。
次だ。ゴゴムのゴゴムのピストル。白ひげだが、その前にかつてこの顔なじみにオジレーザー撃ってくんじゃないよ。おい、いい加減おっしゃべる。また足また足の顔を忘れてみるな。どういうつながりがあったのか知らねえが、やめときな。話しかけても無駄だぜ。かつて暴君クマと呼ばれてたあいつなら、もう死んだよ。つい先日だ、政府の科学者ドクターベガパンクの最後の改造によって、こいつはとうとう完全な人間兵器になっちまった。ダメし、こんなところやって。
おい、いい加減にオッシベル。バタ足よ、バタ足の顔を忘れたみるな。どういうつながりがあったのか知らねえが、やめときな、話しかけても無駄だぜ。かつて暴君クマと呼ばれてたあいつならもう死んだよ。つい先日だ、政府の科学者ドクター・ベガパンクの最後の改造によって、こいつはとうとう完全な人間兵器になっちまった。男子、こんなところで。が囚われている処刑台へ向かうルフィ、仲間たちと共に凍った海を。だがそんなルフィの前に一人の海兵が立ちふさがった。お前の能力じゃ俺には勝てない。戦場では白ひげと戦国の頭脳戦が始まっていた。会場では白ひげを執拗に狙うクロコダイルにドフラミンゴが手を組もうと誘いかけ、一挙に熱を帯びる戦況。走るルフィの前にもまたジュラキュール・ミホークが現れた。鷹の目、
しろ。死闘を繰り広げる海軍とルフィたち。そんな中、海軍が大きく動いた。戦闘丸の艦隊を白ひげ船団の後ろに回り込ませ、挟み撃ちにしたのだ。白ひげ傘下の海賊たちから狙え。包囲枠から外れた者たちを始末せよ。パシフィスタの猛攻で海賊たちは次々に倒れていく。一方その頃、モビーディック号戦場では、海軍大将赤犬に騙され、白ひげの胸を貫いたスクワール。しかし重傷を負わされたにもかかわらず、白ひげはスクワール船を降り、グラグラの実の能力を振る、世界を破壊できる力を目の当たりにし、力でマリンフォード島全体を傾ける白ひげ。対して分厚い鋼鉄の包囲壁で湾を取り囲む海賊たちを処刑台に煮詰まる戦況に苦戦する海賊たちへ、戦国は避けた。これより速やかあの無鉄砲さ、兄貴にそっくりじゃねえか。の攻撃を逃れたルフィだが、満身創痍のルフィの前に今度は大将キザルが立ちふさがる。度胸だけじゃねえ、麦わらのルフィ、力がねえのなら
救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。よっ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 ひとりで3対象に立ち上がれないルフィ。俺に任せろ。イワンコフに。ダメージ攻撃を効果ダメージのびるか。損傷大強力な攻撃数に行くぞ。よーこっからだ。バトルのピストル損傷よっと特殊大なダメージはこうに跳躍継続はっこうにはっ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 はダメージこの攻撃ダメージこのバズーカ強力な攻撃よっとカッコせいやカッコせいや跳躍のカッコゆうちゃん任せろ。危ないから。手ならずよ。よっしゃ。ゆうちゃん、任せろ。ダメージ。危険。攻撃を受けている。ゴムのピストル。よっ。よっ。危ないや。せいろ。よっ。は。攻撃。跳躍。ゆうちゃん。セカンド。全部ぶっ飛ばしてやる。ジェットピストル。ダメージ。攻撃ダメージ。ジェットバズーカ。よっ、サード。エナントピストル。損傷。よっこ。よっこ。どけ。ショート。こりゃ。はっ。ほんと。麦わらボーイ落ちている跳躍さあ何ちくしょう麦わらボーイ落ちているダメージ麦わらボーイ落ちている攻撃を受けているひょっ
か。よっと、これ。はっ。よっ。ノノノノ。よっと。えいっ。ロン。ダメ。はっ。決める。重大なダメージ。味方がやられている。はっ。はっ。つい。これ。はっ。そうやっは。よっ。よっと。よっと。よっ超や警告麦わらボーイ無事でいる剣ひょっ麦わらボーイ無事でいる攻撃を受けている麦わらボーイ無事でいるダメージついロッハッ危険確保せいやはっそうとぬバトルのピストル確保せいやなんひょっそうやそうや岩田任せろダメージマズーカーやっセカンド全部ぶっ飛ばしてやるジェットピストル攻撃を受けダメージ攻撃を受けているジェットマズーカー衝突やっサードダメージ剣まだまだ確保せいや跳躍攻撃数ロラソンソンソン第9下がせろ70% オーバーはぬくしゃーこの手で衝突なんはっ麦わらボーイ無事でいるダメージ重大なダメージ危険超や攻撃警告なかなかやりなかった6人目失敗